側で、ね、はいはい、反対側行きましょう。これはこっちは真ん中から内ぐらい、真ん中から内、はい、まあ、左の方に重心ってことですね、はい、右足から行きましょう。右足シングルレッグして、はい、グーッて絞って、こっちですか。そうです。その時に親指入りますか。親指入るっていうのは母指が、母指にしっかり入る感じするか、力がですか、うん、外に逃げるか。こっちのはあんま逃げないですか。母指に入る感じ、はい、うん、じゃあ反対側行きましょう。こっちは外に逃げる感じ、はい、うん、小指側に、小指側に行く感じ、はい、うん、OK です。ここの方が張る感じ、はい、うん、いいですよ。で、肩さらばで首こっち回して、これは針は、あ、そうですね、ちょっと針の左どこでも、はい、左ですね、左の、はい、うん、左の方ですね。反対側行きましょう。こっちはこっちの方が行きやすい。こっちの方が行きやすいです、うん、こっちは針がそう感じない。そんなに感じないですね。じゃあここに顎を落として、はい、そこの時の針は、あの針か、ちょっと針、ちょっと針ですね。右の方、左の方、はい、右の方、はい、反対側行きましょう。これはあ、こっちはの方、こっちは針、はい、これ左の方が針、どこ針ですか、はい、肩上げましょうか、はい、片っぽずつ、この上がり具合と反対側、はい、この上がり具合と左が硬い、左肩が最近すげえ痛くて、うんうん、左肩がね、はい、顔まっすぐで、はい、目でこの赤いやつだけ追っかけてください。はい、ちょっと、はい、どっちが見づらいですか。どっちですかね。左ですね、はい、左がちょっと安心するから。じゃあこれ見たまま顔を左に回して、ぐーっと、うん、これ反対側、あ、こっち見にくいですね、うん、こっちも可動域狭い、はい、上げていきます。どんどん上げましょう、うん、反対側行きましょうか。左の方がやりづらいですね。やりづらいですね、はい。手前出してしっかり伸ばして、はい、手首をこれでスピードを上げていきます。これ左の方が動き悪いですね、はい、こっちの動き悪いですね、うん、動き悪いです。
まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。はい、はい、じゃあ乗って、はい、足踏みします。はい、何回か足踏みして、はい、カーネルでいいですか。いいよ、カーネルのどっちでもいい。うん、こう回しましょうか。この時の針はあ、ないですね、こっちはない、はい、右の手前ない、これしないない、はい、こない、反対側行きましょう。これはあ、でもないこれもないな い, ない。これはこちら大丈夫、はい、どちら肩も同じぐらい。あ、左が肩がちょっと痛いから、うん、違和感があるかなって感じですけど、うん、左が見にくい。さっきより男子になる、ね、さっきよりいいですよ、はい、さっきよりスムーズに動くね、本当に、うん。足揃えて、はい、体回して、はい、回るね。全然窮屈じゃない。うん、はい、反対側行きましょう。次は片足立ちします。チフマズがないでしょ、ここのところの。あ、違うないんだね、はい、この部分で今日のチフマズが出てきてるんだね。潰れてたのが、まあしっかりアーチが綺麗に出てきたっていう。僕扁平足なんですよ、結構。そうだね、この扁平足だったのが、はい、扁平足でしょ、これが前。扁平足回るんですか。扁平足がこれマウスピースつけてるだけ、これ、でこれで変化するってことは、はい、歯で変化するってことだから、うん、だから噛み合わせもちょっと今ガタガタあるし、はい、で折れた関係性もあるから、はい、あの辺直していくと多分これもっと上がってくるのと、はい、今日は圧に関しては大して変わってないから、うん、アーチがしっかり出てるから、うん、ここ前でしょ、はい、前の形はここも扁平足だ、うん、でもこれ明らかにここのところの土踏まずが出てきてるね、はい、これも扁平足、これ前のやつだけど、はい、こっちもそうですよね、これも扁平足気味、はい、これはアーチがくっきりなくなってるっすね。圧に関しては大して変わってないから、圧力は上がっていかなきゃいけない。直していくとここに出てくるんですか。出てくる、ここが踏めてくるから、あ、うん、ここが入ってくるように調整して最後合わせていったら、はい、要はまあ動きの中でここが使える方が、うん、今日見てたらなんか結構ガタつきあるから、はい、だから歯だけ、うん、まあ3回ぐらいかな、はい、調整していったらかなり変わると思うけどね、うん、あとはじゃあ歯の方を、うん、そうですね、直してちょっと調整していって、うんうん、でまあ、マウスピースはまあちょっと使ってもらって、はい、動きの中でまたおかしかったらちょっとチェックしてっていう形で。